所さんが頑張ってさ、新幹線の切符だったりとか USJ のチケット取ってくれたりとかしてくれたからさ、お弁当ぐらいは僕にご馳走させてよって言って、お弁当を一緒に選んで買って、コロさんはねステーキ弁当みたいなのを買ってて、僕はすき焼き弁当みたいなのをね買いました。チラって横を食べ終わった後に向いたら食べ終わった後にコロさんの方チラって向いたら、珍しくコロさんが首元のあたり、服のね首元のあたりにご飯粒つけててさいやー、チケットのトラブルがあってさ、気が抜けたんだろうね。これね、新幹線の中での出来事、もう焦ってただろうからさ、気が抜けてご飯粒つけちゃったんだろうね。生まれて初めて見ました、僕、コロさんが服のどこかにご飯粒つけてるところ僕はね結構食べ物をなんだろう、ちょっとこぼしちゃったりとかすることあるからさ、そんなめっちゃ珍しいわけじゃないけど、コロさんは本当に珍しくてそれでコロさんに、なんか、あ、コロさんご飯粒ついてるよって取ってあげたらね、コロさんがすごいね嬉しそうに、なんか赤ちゃんみたいな反応してましたねもうなんかキャッ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 って、うん、コロさん珍しくないって、コロさんがさご飯粒服につけるなんてめっちゃ珍しいじゃんって、服の毛玉とかもさ気がつけばむしってるようなコロさんがねえ、服にご飯粒つけたまんまにしてほっとくなんて絶対ありえないじゃんってコソコソって言ったら、いやー確かにって確かに初めてご飯粒つけたかもっていやコロさん本当にね、あれなんだよね、暇さえあれば服の毛玉むしってるんですよ本当にほーさー、でも本当それがちょっと面白くてそう、めっちゃ焦ってたんだなーって思ってさでも撮ってあげたらめっちゃ喜んでたなんか恥ずかしいけどちょっと嬉しいって言ってたよ恥ずかしいけどなんかおかゆにご飯粒取ってもらったの初めてだからちょっと嬉しいって言っててさ、まあそのなんか一個のご飯粒だけつけて、あとはねちゃんと綺麗に食べてましたはい